我が家は焼肉屋さん。これはアルナポーク、ルナト。そうだな、3枚いっちゃうよ。2つ残して。これね、こちらなんですよ。これ水道水沸かしたものなんですけど、少しね、湯がくんだって。そんなにね、気合を入れて加熱しなくてもいいそうです。まあこのぐらいでいいかな。あれよく振ってお使いくださいだけど、まあ普通何か作り方とか書いてありそうだけどないね。よし、動いたもんです。玉ねぎが多すぎたよ。
して、一旦ここでね、お肉取り出すんだって。そしたらね、もう一回もう戻すんだ。生姜。なんかね、柔らかい生姜焼きを作り方っていうんで、インスタグラムかな。これで完成です。おお、炊けてますよ。このぐらい食べようかな。すごい分量。戻っていいね。そしてしめじのお味噌汁。60cc。 これはね、梅ジュース。
どうでしょう。これで顔がない。納豆ご飯。わさび納豆美味しい。我が家は焼肉屋さん美味しいですね。
それではね、今回も我が家は焼肉屋さん、それを生姜焼き風味にしてみました。とっても美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。